北海道コンサドーレ札幌対 FC 東京の一戦、舞台は札幌ドーム、屋内型の競技場です。今両チームの選手たちがフェアプレーフラッグを先頭に札幌ドームのピッチ内へと足を運ぼうとしています。では札幌の予想フォーメーションですが、まず高峰選手が、ね、最終ラインに入って福森選手がいないということで、はい、セットプレーの部分が、ね、一つ課題になるのかもしれないというのが一つですね。土地選手でところにどれだけ収まるか、はい、それによってシャドウに入っている小前選手、青木選手の、ね、生かし方ってまた変わってきますからね。メンバー変えてきました。こちらどこに注目されますか？この中盤の3枚ですよね、はい、しっかりボールを奪うこともできますし圧力かけることできますから、はい、ポゼッションと言いながらも、中盤高い位置でボールを奪って速い攻撃というのはね、得意はもともと得意ですから、はい、この辺りポイントになるんじゃないかなと思います。札幌はアラノから右サイドへルーカス・フェルナンデス、渡辺も行きますがクロスを上げて木本の向こう、土のヘディング。一つ札幌の武器ルーカスのクロスが出ました、ね、ちょっとミートしきれませんでしたね、はい、決定的でしたね、さあ斜めに松木が抜けてくる。その松木のところに出て胸でトラップして、まだあります。永井がシュートを狙ってきた。菅野がここはセーブ。ここまず松木選手のこの斜めのランニングですね、はい、ここ通常ですとね体勢が悪くてただ倒れるだけで失うんですけど、フィジカルやはり強いですよね。菅に対して松木と阿部2人で行って松木で回収。松木は裏に抜けてくるが縦に行かせません。高峰遠目からシュートを打ってきました。縦これはルーズになり、東京がもう一度ボールを奪って長友から右、渡辺龍馬、ニアサイドに松木、渡辺はファーサイド、ディエゴ・オリベイラ。青木亮太、阿部シュートがプレス、いいですね、流動的ですね。高めに対して青木拓也、クロスを入れてヘッチッチに合わない。まだボールは生きている。ルーカスが残してアダイウトン、うまくルーカスがかわした。さあルーカス、青木亮太にスオビクのセーブです。そしてもう一つクロスが入りますが、これはゴールラインを割りました。いや決定的に近いのが連続的に起きましたね今ね、はい、ゾーンですからね、ピンポイントであったらね本当にチャンスになりますよ。菅が狙っていきました。ゴールのわずかに右、ちょっとね枠の外は外れましたけど、はい、キックの質自体は悪くなかったですよね、中島拓也ヘディング、スワビク、こぼれ球、アラノラインは割っていないか、ね今ね、スワビクが反応しました。スーパーセーブ。さあディエゴ・オリベイラ、東京はまだ交代もう一人残しています。今度が倒れてありますね、はい、阿部クロスが入って、松木わずかに合いません。後ろから青木拓也のシュート。中島大佳、小川とチッチ、小川はさあどうする、少し詰まったが、さあキーパースオビク、トゥチッチが左足で狙ってくる、ただこれは浮きません。スオビクの守備範囲内、長友は前、あーと斜めのところ奪われます。もう一度阿部、阿部が持って左にアダユートン、松木も動き出す、右には今野、アダユートン選択、中央にディエゴ・オリベイラ、わずかに右、高くそして後ろ側に来たことで、はい、ヘディングの力が、ね、ちょっと弱まりましたよね。阿部、松木がここで出ていく、空いた左のスペース、アダユートン、アダユートンが出て松木が左にもいますが、アデユとペナルティーの中野、松木に合わない。いや決定機でした。でしたね、紙一重でしたね、運動量豊富ですね本当にね、松木選手はね、はい、長い笛で試合終了ですか。
今のゴールキックを蹴る前に試合終了の長い笛、ホームの札幌としては今シーズンホーム初勝利ならず、そしてリーグシーズン通じても7つ目の引き分け。一方の東京は2試合連続非常にタフなゲーム、スコアレスドローということになりました。